続いてのチーム、鎖骨マニアックス。メンバー、陽介、ミキ、紹介文読み上げます。振り落としも順調に進み、中間発表も無事に乗り越えた鎖骨マニアックスに疎い米子ゲイポップ。しかしここでメンバーマイムを無慈悲な肺炎が襲う。頑張れマイム、負けるなマイム。病院に入院しちゃって消灯時間は早いけれど、モンスター飲んで胃を痛めつけるんだ。さあマイムは粉末に間に合うのか、間に合わなかったらミキのソロが増えるのか、そして陽介は今年も2人で踊るのか、よろしくお願いしますとのことです。残念ながら今日も間に合ってないみたいで、お二人のようですね。きっと2人でもこの場を盛り上げてくれるいいショーケースを見せてくれるので、ぜひとも期待しましょう。それではお願いします。鎖骨マニアックスです、どうぞ。Okay.